皆さんこんにちは。こんにちは。1ヶ月ぶりの動画投稿になりますが、 PC の CPU を変えたり、動画保存してあったハードディスクドライブ壊れてしまったりと、いろいろありましたが、再開していこうと思います。ではでは早速ですが、今日のおすすめ安価ゲームはこちらです。2019年9月5日リリース、リバーシティガールズです。Steam の他スイッチや、プレステ4でも販売されております。こちらのゲームはクニオくんのゲームの外伝的扱いになっておりまして、今回の主人公はクニオとリキの彼女、ミサコと京子の物語になります。価格は3090円になっておりまして、セール時はもう少し安く買うことができると思います。クニオくんのゲームといえば喧嘩ですが、このゲームももちろん殴り合いの横スクロールアクションゲームとなっております。開発元はアメリカのゲームスタジオ、ウェイフォルワードになります。ここのゲームスタジオは昔からあるゲームスタジオで、2D アクションゲームを得意としていて面白いゲームだと思い紹介したいなと思いました。前にも紹介しました、クニオくん、ライクなゲーム、リンゴ石川もあるように、クニオくんは全世界で人気のあるゲームだということが伺えますね。日本語ローカライズはされておりますが、日本語ボイスはなく英語ボイスのみになっています。そして、アメリカンなワイルドでポップなゲームになっております。それではどんなゲームか少しだけご紹介していきます。まずはオープニングムービーがありますので、そちらをご覧ください。あれこれ BGM 音ちっちゃくね。やっべこれちっちゃすぎて歌聞こえないけど、もういいかこれで、英語の歌が本当は流れてます。それとちょっとトリガーっぽさがある感じしません。キルラキルとか DNA とかを制作してるアニメ会社なんですけど、なんとなく雰囲気が似てる感じがしなくもない。あと、ゲーマーの皆さんならわかってくれると思うんですけど、ゲームの音量でかすぎね。なのでまずゲーム初めて起動したら音量調節しちゃうんですよね。特にパソコンゲーマーの方はきっとデュアルもしくはトリプルモニターで、ゲームしつつアニメとかを見ていたりすることでしょう。だから音量調節はマストなのです。はい、言い訳したところでオープニングが終わりました。すでにストーリーはクリアしております。やり込み要素は少しありまして、道中サブクエスト的なものもありますね。あとキャラによって使用する技が違うので、別のキャラも聞いて周回プレイも面白いでしょう。急に音大きくなってくさ。セーブファイルごとに設定が違うみたいで、新しく始めたら急に音大きくなってびっくりしました。モード選択では、オンラインでの2人プレイはできないですが、オフラインで2人で遊ぶことができます。今はオンラインプレイがほとんどですが、昔私がまだ小さい時は友達の家に行って一緒にゲームしたりしてました。京子で一度クリアしてますのでまだ使ったことない、ミサコで行きたいと思います。始めると漫画風なムービーが始まります。個人的には結構こういう演出好きです。川上先生かわいそうで笑いました。ということで、クニオとリキが誘拐されたみたいで、助けに行くというのが彼女たちのミッションですね。ゲームはドット絵になっておりますが、私ドット絵好きなんすよね。レベルがあり、レベルを上げていくと新しい技を覚えていきます。難易度はノーマルにしてますが、やや難しいかなーって感じですね。レベルがあるのでつまずいたらレベルを上げて喧嘩すれば OK です。簡単なコマンド入力で技が出ますので、弱攻撃強攻撃と組み合わせて戦っていきましょう。相手がピヨったら掴み攻撃からの投げ技なんかもあります。後ろの学校の規則はこの学校の雰囲気がわかりそうですね。投げない、蹴らない、殴らないわ、くさ。こんな喧嘩中にもスマホいじっている人もおるしな。
周りに鎖があって鍵がついていますが、これは敵を倒さないと先へ進めない強制戦闘になっています。マップごとにボスが配置されてますので、ある程度レベルは上げておきましょう。これで鎖が消えて次に進めるようになりました。ちゃんと授業聞いてるやつ一人もいなくて川上先生かわいそす。マップを入り直すと敵は再配置されますので、レベル上げを兼ね集めはそんなに苦労しません。まずはこの学校を抜け出すのですが、この人たち空気入りか何かなんですかね。全力阻止してきますけど、もしかしたらそれが日常。今ゴミ箱持ってますけど、アイテムがかなり強くて、落ちてたら使うようにすれば簡単に攻略できますぞ。びっくりマークのとこに行くとイベント発生です。これが技リストです。基本は進行キーとボタンで技が出せます。敵を犯して追撃みたいなこともできて、いわゆるコンボもできますので、どの組み合わせが強いかを試してみましょう。敵をある程度ボコボコにすると、助けてくれって言われます。そしたら一人だけ仲間に加えることができます。それが射程ですね。ただ仲間にできても常時ついてくれるわけではないので、あまり活躍には期待しない方がいいです。アイテムはざっと10種類以上20種類ぐらいあるかなって感じで、どのアイテムもかなり役に立つアイテムです。イチャイチャ陽キャ見たらちょっとイラッとしてつい。レベルが上がると新しい技を覚えます。マウント踏みつけですね。これはダウンした敵を踏みつけることができるのですが、まあ我々にはご褒美としか。結構モーションもしっかり作れてるなぁという感想ですが、皆さんはどうでしょうか。このヘッドバットとかかなり差し込められてる気がしますね。やや当たり判定がシビアで、浮かした相手を追撃したりするのにタイミングが取りづらいかなって感じですね。それ以外は本当に面白い作品なので、ぜひぜひ皆さん遊んでみてくだされ。さて、サクセスにもうすぐこのマップのボスが出てきます。私にとってはちょっとしたトラウマ的な存在。はい、出ました、みすずさん。このみすずさん、くにおくんのゲームをやったことがある人はきっとがくぶりするわず。高校生のくにおを片手で持ち上げて往復ビンタしてくるんです。しかもダメージが異様に大きいときたもんだ。このゲームだとちょっと可愛さあるかな。ないかな。It's my job to keep idiots like you from sneaking out of class. But you don't even go to this school. Shut up! I'm trying to earn extra money!Don't act like you're smarter than me. I've been in high school for 7 years. Ain't nobody smarter at school stuff than Misuzu. I don't care how big or how dumb you are. We're getting out of this school right now. Yeah, we gotta save Kunio and Ricky. So go punch through another wall until you figure out how doors work. Ugh, that's it, you little turds. Time to get flushed.ということで、みすずさんとの戦いですね。先に申し上げておくと強いです。敵の体力が3マスあるように見えますでしょうか。1マス蹴るごとにパワーアップしてきます。
ックルどうやっても逃げれないホーミングタックル、岩を目立つタックルだそうです。ヒッププレスを失敗すると痛がるので隙ができます。そこが攻撃ポイントですね。柱をヒッププレスの壁で壊すとか人間離れしてますね。このボスだけではないんですが、どの敵もホーミング性能が優秀で、逃げる先に攻撃仕掛けてきます。第3形態来ました。顔真っ赤っか。タックル強すぎ問題。初戦第1マップのボスなので、こんな感じで死ぬことなく倒せることができました。 You're embarrassing me! You dweebs are tougher than you look. Give me a real workout. I'd rather give you a hug, FYI. Stay down. I'll make us fight you again. Got a real mouth on you. Must be why Kunio likes you. Have you seen Kunio? And Ricky?Yeah, but not around here. I saw them both in Crosstown yesterday, talking to someone creepy looking. Good luck finding your little boy toys. I'm surprised they'd be interested in a pair of twigs like you two. Hey, is that a compliment, or...? Boys hate scrawny little bugs. They want a woman with meat on her bones. And I got all the meat. If you find Kunio and Ricky, you tell them Masuzu says, hi.Ew. Come on, Kyoko. Sorry for punching you so much. これで学校の外に出ることができました。これから国をとリキを探す旅の始まりです。町には道場がありまして、そこでも新しい技を覚えることができます。お金で技を買う感じですね。通常技以外に特殊技みたいなのもあります。その辺はぜひ試してみてください。すべてクリアすると国を取り木が解放されて選べるようになります。そして2周目のボスも代わり裏ボスがいるみたいです。2周目もたっぷり遊べるようになっていますので、ぜひ遊んでみてくだされ。絶対ハマること間違いなしですぞ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。